開けたら、あー、風船が出てきた。おー、しない横ポテン、ココロマンに内緒です。ナナタンとママツーと一緒にココロマンの誕生日ケーキを作りたいと思います。くれる？始まるよ。はい、頑張るぞ。まあ、ナナタンはクッキングがね難しいんやけど、今回は面白い商品を見つけたので、きっとナナタンと素敵なケーキがね、ケーキケーキ。ナナ、今回使う商品は、じゃが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 、じゃーん、こちら。そう、これはウーニーズっていう不思議な風船。ね、特徴は2つ。マシンを使うと簡単にペレットが膨らんで可愛い風船になります。で、そのペレットっていうね、風船同士がね、くっつくんです。だからいろんな形をね、作ることができるんです、うん、今日は大きくて可愛いケーキとか誕生日の飾りとかを心まに内緒で作りたいと思います。心くん、びっくりするかな、しない、喜ぶ喜ぶで喜ぶで。はい、じゃあ開けていきたいと思います。ママ、はい、開けて。うわー、はい、1、2、3、4、5、6。伝えたいポイントは4つあります。ペレットには空気穴がないので、こちらのマシンを使って膨らませます。マシンを使ったら膨らんだ風船は口を縛る必要がありません。お、開けたら、あー、風船が出てきた。おー、で、これの風船同士がね、なんとくっつくねー。すごい、イエーイ。デコパーツを使えば、あ、おめめー、こっちにも、こういう風にいろんなね、デコをすることができるんですよ。キャー、かわいい。謎の生物、謎の生物。あ、これね、風船同士はすぐに、は、あれ、引っ張ったら外れるからね。いいね。で、床にもひっつくね。うんうん、ほら、機械にもひっつくわ、多分。これ、かわいい。かわいい、かわいい。こんな感じになるんです。これをね、たくさん今日は膨らませたいと思います。はい、膨らませるぞ、いっぱい。はい、僕、ペレットって言うんだ。ナナはね、うん、風船あげとうのよ。そうなの。僕のお仲間の風船をいっぱい作ってくれる？はい、ありがとう。一緒に遊ぼうね。はい、じゃあナナちゃん、あっちに行って一緒にケーキを作ろう。見せて。うわー、いろんな色使ってね。これぐらい？これぐらい？どれぐらい？こんな大きいのするの？猫ちゃん、はい、ナナ、かわいいのできました。猫ちゃんです。ココロ、ナナ、猫ちゃん作った分やで。できたよ、猫ちゃんやで。せーの、ハッピーバースデーココロくん。真ん中、真ん中。ハッピーバースデーココロくん、ハッピーバースデーリア、ココロくん、ハッピーバースデーココロくん。ほら、見て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 、モンスターケーキ。猫ちゃんのハッピーバースデー。しかべちゃべちゃならへん。
ななみしたろ、はい、はい、心くんも膨らませてみたいと思います。膨らましすぎたら割れちゃうよ。ストップ、できた。これがこれと、はい、くっつきます。どう、いいやろ、面白いやろ。僕やってみる、僕やってみる。どうぞどうぞ。できたよね、か。はい、心くんでも簡単にできます。ウニーズならいろんなものを作ることができますし、子どもたちと自由にいろんな遊びができると思います。だから皆さんもウニーズでぜひ遊んでみてください、はい、詳細は概要欄にあるのでチェックしてみてください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。